あかり、ごめんね。私はもう…やだ、やだよ。泣かないで。あなたはもう一人で立てるはずよ。そんな…私一人じゃ何も…あなたは私の娘よ。できないことなんてないわ。でも…あかり、私も昔はそうだった。自分に自信が持てず迷ったわ。お母さんが…でも、あそこに行ってから変わったの。あそこって大学衛生のこと？ええ。どういうこと？勇気ができたのよ。あかり、衛生に行きなさい。あそこに行けばわかるわ。でも無理だよ。あそこに行けるのは本当に優秀な人だけなんだもの。私にはそんな才能なんて。自分を信じるのよ。全てはそこから始まるわ。わからないよ。お母さんが何を言いたかったのか。衛生だって結構ないよ。私、何の取り柄もないんだもの。これから、どうすればいいの？北海道阿寒地区女子高校、神崎あかり。はあ？神崎あかりだな。はい。なんなんですか。君は先日行われた選抜テストに合格し、入学試験を受ける権利を与えられた。試験ですか？そう、大学衛生の入学試験だ。私は大学衛生の最高責任者、グラン・オールドマンだ。君は入試を希望するか？入試を希望するなら、今の学校から訓練校に移り、入試のための特別メニューを受けてもらう。もちろん辞退することもできる。君が今のままの生活を望んでいるのなら。さあ、どうする？なんだね。訓練校に入れば衛生に行けるんですか？それは君が決めることだ。私の努力次第ということですか？違う。訓練校には世界中から人材が集まってくる。その全員が君より優れているかもしれない。努力しても必ず報われるという保証はない。私…ん？私、できます！よし、神崎あかり、君を大学衛生入試予備生として訓練校への入学を許可する。よろしくお願いします。私は他にも面接する生徒がいるので、これで失礼する。では、また会おう。とぉ！神崎あかり。はい。君の運命は今変わった。誰かな？入りたまえ。ん、ご苦労。私がこの訓練校の最高責任者、グラン・オールドマンだ。校長と呼んでくれ。そう、校長だ。校長だ、校長と呼んでくれ。
私はね、階級で呼ばれるより女子校の校長と呼ばれる方が好きなんだよ。理解してもらえたかな。それでいい。それにしても何か事故でもあったのかね。この辺は地図に頼るのが一番だよ。データを見せてもらったが、君は昨年軍を除隊しているね。理由を聞いても構わないかな。なるほどね。大まかな説明は受けているかね。そう、それが全てだ。この訓練校は大学衛生に入学を希望する者の育成施設だ。君はこれから半年間、3月の試験まで一人の生徒をマンツーマンで指導してもらう。1600メートルの水泳、25キロメートルの自転車、1万メートルのマラソン。そう、トライアスロンだ。ここには100名の生徒がいるが、学科試験とそのトライアスロンで優秀な成績を収めた者10名を大学衛生の新入生とする。トライアスロンは別名鉄人レースと呼ばれる過酷な競技。ましてやここに集まっているのは世界中からよりすぐられた優秀な女生徒。生半可の指導では生徒を合格させられないよ。学科の方は別枠でカリクラムが組まれている。君に頼みたいのは体力面での育成。校舎内には体力強化のための施設が整っている。君は生徒の状態を把握しながらスケジュールを作成してくるため、もう一度説明するかね。ではそうだな、校内の施設を案内しておこうか。神部屋。どこを見たいかね。グランドか。じゃあ外に出よう。ここがグランドだ。陸上の訓練は主にここで行う。トラックは1周が1000メートル、高跳び幅跳びなどランニング以外の設備もある。
タイヤやローラーも常備しているので使ってくるため。なんだ、今の若い者は知らんのか。私の若い頃はタイヤやローラーを引きずり夕日に向かってうさぎ飛びしたものだからな。待って、言われてみればそんなことは考えもしなかった。だが体力はついたぞ。他に行こうか。どこを見たいかね。